初代オームレートンのスペンサー男爵、ロバート・スペンサーは、イングランドの政治家、貴族。貴族としてのスペンサー家の子祖にあたる。サージョン・スペンサーとその妻、メアリーの息子として生まれる。スペンサー家は、羊飼いとして成功して、金持ちになり、チューダー朝時代には、平民の名門家になっていた家柄だった。年から年にかけて、 ブラックリー選挙区から選出されて、庶民委員議員を務める。1601年から1602年にかけて、ノーサンプトンシャーのシェリフを務めた。1603年に、スチュアート町初代国王ジェームズ一世が即位し、その王妃と皇太子チャールズが彼のオルソープ荘園を訪問した。それをきっかけに、同年12月に、ウォームレートンのスペンサー男爵に除された。 しかし世間には特別な功績もなく貴族に除せられたと陰口されたという。1618年には伯爵位を与えるという内容を受けたが辞退した。1621年5月8日の議会貴族院の審議では、イェルバートン事件をめぐって、イェルバートンの承認関門に反対する第21代アランデル伯爵トマス・ハワードを批判したことで、 アランデル博から我が先祖が王子に奔走していた時、あなたのご先祖は羊を飼っておられたのですねと侮辱された。この侮辱について謝罪を拒否したアランデル博はロンドン島に投獄される事態となった。1627年10月25日にウォリックシャーのウォームレートンで死去。1588年にフランシス・ウィロビーの娘マーガレットと結婚し、 彼女との間に以下の4項を設けた。ありがとうございます。